イツ国に国会と共に置かれた立法機関である。来日参議院の議員はラントにより任命され、憲法改正と州の堅牢に影響を与える立法に参与した。これに対して国会の議員は直接選挙されていた。それゆえに、バイマル憲法が任意制を採用すると宣言していないにもかかわらず、来日参議院は英国における貴族院のような議会上院として機能していた。 第一参議院はドイツ帝国における上院として置かれていた連邦参議院の後継機関だった。前身である連邦参議院は1867年の北ドイツ連邦創設に合わせて設立され、1871年のドイツ帝国成立後も存続した。ビスマルク憲法の下で設けられた議会は帝国議会と連邦参議院による二院制であった。 帝国議会では男子普通選挙により議員が選出されたが帝国議会の議案、議決は連邦参議院の同意が必ず求められていた。その連邦参議院は各報告からの代表により構成されているため普通選挙といっても外見的な性格が強かった。憲法改正にあたっては連邦参議院における14票以上の賛成が必要だったが 同議会ではプロイセンが17票を有しているため、プロイセンの合意なしに改正を行うことはできない仕組みになっていた。また、ドイツ皇帝の地位は、プロイセン国王に属するものとされ、そのドイツ皇帝が戦争、議会、帝国最小の人事など広範な権力を有していた。そのため、連邦制を採用しつつも、プロイセンの帝国内における主導権は揺るぎないものであった。 平成法壊後に制定されたバイマル憲法では、平成時代の両方が、州に格下げされ、中央集権が規定された。大日参議院は、連邦政府の政策決定に、大きな影響を与えることはなかったが、国会が3分の2の多数決で議決した法律への拒否権が発動されない限り、国会の法案を拒否することができた。バイマル憲法は、 プロイセン州の勢力を縮小するため、来肥参議院の議員が各州の人口に応じてその州の議会によって任命されることを明示している。しかし、来肥参議院の議員は多くの政党の離合集散が頻発する中でも非常に強力な権限を保有していた。事実、来肥参議院によって拒否権が行使された法案は法律として成立することはなかった。 アドルフ・ヒトラー率いる国家社会主義ドイツ労働者党が1933年に政権を握った後、全権委任法で国会荒い日参議院、大統領の権限はそのまま残されることになったが、実際には全権委任法によってヒトラーは憲法に違反する法律の制定や新憲法の制定を含む無制限の権限が与えられ、 バイマル憲法による憲法体制は事実上崩壊した。1934年1月30日の来日新興制法大事上には、来日政府は新憲法を制定できるという条文が制定されている。同法では、制度の開廃にあたっては、憲法改正手続きが不可欠とされていた来日参議院の廃止が決定されており、この規定に基づいて来日参議院は廃止された。 第二次世界大戦後、ドイツ連邦共和国が設立されたとき、ナチス政権によって廃止されていた、内ヒ参議院を連邦参議院として復活させることとし、内ヒ参議院時代よりも強力な権限を与えることになった。なお、プロイセン国家は完全に廃止された。ありがとうございます。